おとせさかです。いやガチャ動画めちゃめちゃ久しぶりな気がするんですけれども、まあ、今回白猫プロジェクトにねヒーローアカデミアコラボが来たということでガチャ引いていきたいと思います。いや、ね、僕あの白猫のコラボって今まで結構いろんなアニメとコラボしてきたと思うんですけど、大体のアニメ見てきたったんですよ、来てたんですよ。ただヒロアカに関してはねほぼノータッチ、なんか短編動画とかでなんか熱いシーンとかを見たことはあっても、なんかその5期まであるみたいで、ちょっとコラボが決まった時に見ようと思ったんですけど、さすがに心が折れて、まあちょっとねあのコラボ中に見れたらいいなぐらいな感じではいるんですけど、なんかねスキル動画とか見た感じ結構楽しそうで、緑谷さんこれが主人公なんですよね、で爆豪くんね、俺爆豪くん地味に欲しいんですよね。で、お茶子さんね、女の子はねいいかなって感じ。いやでもなんか人気があるのかな、なんか声優さんもなんか有名な声優さんなんですよね、あやねるさんね、よく聞く声優さんですよね。あとこれですよ、とどろきさんかな。いやこれはね白猫プロジェクトの主人公と同じ声優さんですからね、カジさんということで、いや一番はねとどろきさん狙い、とどろき狙いで回していこうかな。で2番目に爆豪あたり来てくれたら嬉しいなというところでございます。久々のガチャでちょっとテンション上がってるんですけど、無料単発からいきましょう。ジュエルがなんとね7000ぐらいあります。1体引くまでは回し続けます。とりあえず1体、いや2体ぐらい欲しいな。てかあのトドロキさんが欲しいんですよね、トドロキくんが欲しいんで、どうにかねそこは引いていきたい。みんなは何狙いかな。アニメ見てる人とかは僕とは違うちょっと思い入れのあるキャラクターとかもねいると思うんですけどね。でこれ毎日一応無料で引けるから、なんかね無料毎日被るんよ、無料単発で僕なんかあんまなんかなんか4体引いちゃっても無料単発で被った時のなんかねあれもあるので、まあとりあえずかっこよくねこれ爆豪見た目、意外にえかっこよくないこの黒の衣装、え待ってちょっと欲しいぞ。いや爆豪くんと轟さん引いていきたいと思います。え10連ってこんかな、なんか久々こうやっていくのめっちゃ緊張するんやけど、10連目いきます。え何ガチャ紹介画像でなんとかコントか装備してる武器を配置、ああ分かってる。で一応星5一体確定が100連目であると。10連目めっちゃ楽しいなガチャ久々行くと。大船来いよ。なんか爆豪くんがね、あ大船来んか。スキル1とスキル2をなんかタップで切り替えられてみたいな。でなんかスキル1がなんかちょっとバックステップ入ってるみたいな感じなんですよね。研究室なんて言ってもトドロキさんですよ。いや炎と氷を使い分けるあの感じね。いや見た目もねめちゃくちゃ刺さっております。めっちゃかっこいい。はい。なんで君が来るねん。スターは嬉しいんですけどね、まあ10連なんてこんなもんでしょ。10連で来るとは思ってないからね、久々のガチャで。そろそろね運営もねこいつに沼らせてやろうみたいなね意気込みをね感じられる今日この頃なんですけどね。どうだろうな、いやこういうコラボの時って僕ね欲しいから来ないんですよ本当に。とどろき欲しいとか言ってるとマジで来ないんで、僕のガチャ見てくださってる方わかると思うんですけど、マジで推しの子、よし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 
かな、お茶子はいいでからの、うわでも船来ねえな。でもまだあるからね、まだあるまだある、金がい、あ金、5、6ぐらい、わーい。あーちょっとあれかな、沼る感じかな、なんかちょろっと見た感じ轟さんが意外に強そうみたいな評価が見受けられたので、より欲しくなりましたよね轟くん。なんかさっきから轟さんって言ったり轟くんって言ったり統一しろやと思うんだけど、まあまあ20連こんなもんでしょ。いや待って、行ってほしいよね、とりあえず、とりあえず一体引いて安心したい。うわ、まあもう夜演出はいいでしょ。とりあえず船で来てくんねえかな。
とりあえず船出てくんないかな。え、もうだって3、え、待って、これあれか、やっぱ僕コラボ弱いかもしれんな。ちょっとコラボ弱い説あるかもしれない。もう30連だぜ。いや、俺引いても50ぐらいでええかなとか思っとったんだけど、そんな甘くなかった。あ、これ待って、これもしかしたら、ね、こういう感じの時ってマジ出ないから、ね、良くないかもしれない流れが。30連でもまあジュエルはねたくさんあるんで、こんなところでひよってないから俺。行くよどんどん。6262、これ来るんじゃないなんでよくわからんけど、行こい、トトロキ。ちょっとあれこんな出ないっけ、なんかもっと出るイメージ。4体やろ、40レイギーたら1体ぐらい出てくれてもええやんな。金利ともそんなん悪くないんだけど。トトロキさん頼むよ。なんか今回のキャラクター全員なんかスキルかっこいいんですよね。いや、お茶子だけスキルどうか見てないんだけど、お茶子でしたっけ。あー、ミドリアといいさ、トトロキさんといいさ、爆豪君といい、スキルのねエフェクトとかあの感じがかっこいい。とにかくマジでね、え、ま、え、おっと、うん、一旦これで一息ついて行こう。え、そろそろ一体出るでしょ。え、待って、ちょっとまずいかもしれん今回。今回なんか不安な空気。いや俺マジコラボやばくない？え、もうタップしてええかな？うっそ！イケメンいますか？お前の目に狂いはない。ジュエル。期待に応えちゃうぜ。よろしくお願いしますね。いや、もうなんかラグがあるなこれ。ガチャのあれに。お邪魔します。ちょ、ラグ勘弁してね。なんかラグがある気が。あなたの元に冬が来たわ。マジ？え、ま、どうしよう。え、ちょっと待って、もう1体出たらやめていい？とりあえず追いガチャはもしかしたらライブ中にするかもしんないんだけど。マジか。えい、5000は切りたくないんだけど。66、え、さすがに出るでしょ。はいはいはい、え、さすがに船頼むで、さすがに船頼むで、そろそろ船来るでしょ。そりゃね、あ、久々動画撮ったと思ったらこう、はい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 、いや、もうトドロキ出たら終わります。トドロキ出たら終わります。なんだったら2体2枚抜きしちゃってもいいからね。いや、さすがにね、もう、ああよかった、危ねえ。なんか100連まで出ない人とかもいるからね、たまに。今から仲間になるはずです。お邪魔します。2、3、4、5、6、7、8、9、2体ぐらい欲しかったんだけどな。え、どうしようこれ、お茶子やったら。そういうこと言うとお茶子来るから。トドロキ、これでトドロキ来たら俺のコラボの運。俺も半分赤にしようかな。よーし、オッケー、全然オッケーじゃん。トドロキ来たじゃん。初めてコラボで一押しのキャラ一番最初に来たの。あと10人いっちゃう。爆豪くんも気になるんだよね。いや、よかった、あぶね、4分の1引けた。いや、どうなるかと思った、マジで。
これ。怖っ、怖すぎだろこれ。アニメ見てなかったからかな。かっこよくないこいつ。え、めっちゃかっこいいじゃん。1年 A 組トドロキショートだ。え、あと1体欲しい。あと10年行くか。あと10年行きます。うわ、でもなんか夜になんないんだもんね。何これ。2体ぐらい欲しかったな、こんな回したら。トドルキ来るとかやめてな。3555、金5。結構でんくない？結構出へんかったな今回。マジか。あ、でもまあ、でも轟さん出たからね勝ちなんだけど、僕の中では勝ちなんですけど。いや、ね、でもにしても出へんかったな。緑屋もなんか気になるしな。あんまりなんか見た目好きじゃないんだけど、スキルの感じがかっこいいんですね。あとこれね、爆豪くんね。かっこいいな見た目な。いや、どうしよう。次追撃やるとしたら追撃動画出します。とりあえずあの狙いの、珍しく狙いのキャラ引けたんで、今日のところは一旦ここで終わってといて、どうしても爆豪くんと緑屋欲しくなったら追撃で回していこうかなと思います。いや、ちょっと評価見つつですね、こっからは。はい、で100連で一応確定踏めるんで、いや、さすがにトドロキかぶんないだろうというところで、わかんないけどね、かぶるかもしれませんけど、まあ、ということで、いや、久々のガチャ楽しかったけどめっちゃ溶かしちゃったな。みんな引きどうでした？よかったらコメント欄とかでね、わちゃわちゃ書いていただけますと嬉しいです。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターフォローしていただけますと嬉しいです。という感じで、とりあえずガチャ動画終わってまいります。いや、まあどうなんだろう、よかったな、よかった、めちゃめちゃ個人的にはよかったんですけど、多分みんなの方が引きいいよねはい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、バイバイ、なんか手振るの遅くねえかな今。いや、でもよかった、轟来て。